疲れ様です。YCC の卒業生インタビューをしておりまして、手前の作家さん2人が YCC 卒業ということなので、まずはちょっと自己紹介から2人お願いします。 YCC6 期卒の大木秀人です。 YCC7 期卒の山口裕一郎です。ガチガチ。今お二人お仕事は？はい、してます。構成作家さん。いやいや、当たり前だろそんなの。はい、してますよ。そんなインタビュー聞いたことある？お仕事は？はい、してます。今してる。そういうことになるの。はい、チョコプラの担当作家っていう感じですかね。そうですね。まあ、今期入ってもらってるって感じですね。なるほど。じゃあチョコプラさんにお伺いします。はい、この二人はどういう人たちですか？まあ、そうですね。そのすごい使い安いっていうか、言い方半端ない。いや、もうほんとめちゃくちゃ働いてくれてて、はい、なんかそのこっちの意図を汲み取ってくれるっていうのがやっぱ一番いいですよね。うんうん、やっぱそれがやっぱ作家の人、1言って1だけじゃなくて、うん、もう3、4、うん、もしくはもっと10、20、うん、まあ、3、マックスどこやな、はい、マックス、はいじゃない、はい、はいじゃないよ。だからそれを、まあ、2人はちゃんと組んでやってくれるので、そうそうそう、それが本当にその数をもっと増やしてくれるといいかなってことですね。で、結局マックスどこだったんですか？これは、まあ、40、50、80、90、まあ、120、130、キリないよ、だからキリないっていう感じですよね。笑いっすわ、笑いっすわ。まあ、こんな感じで楽しい感じでもやれますしっていう、はい、こういう雰囲気作りも重要ですね、だから、はい。ちなみに2人は作家として何点ぐらいですか、今点数つけるとしたら。マックスを100とすると、うん、マックス100です。マックス100とすると困ってる。マックス決める言われたら、マックス決められちゃったから。マックス決められないで上上げてこうと思ってたのに、マックス決められちゃったから潰されちゃったよ。まあでもまだ50ですかね。まあ本当にまだ50点で、それ2人とも、まあ、2人とも50点ですね。だからこっから本当にどう、その、まあ、40になるか30になるか、まあ、60になるか70になるかっていうのはこっから、80になるか90になるか、うん、100になるか120、100だからマックス100やねんって。もう100決められちゃったから、もう遊びの部分がなくなっちゃう。全然笑ってない。いやでも本当によくやってくれてます。50ですね。期待も含めての50です。期待含めての50、2人合わせれば100点。まあそう、まあそうね、そう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 、でも2人合わせたら200点だからね、マックスは100。あ、なるほど。そこまでしてないってことですか。そういうこと。ちなみにチョコプラさんが求めるやりやすい作家ってどういう作家ですか？やっぱりその、まあ、僕はこういう感じ の、 そのネタどうかなっていうアイデア出した時に、あ、いいですねっつって、さらにそれになんかいろいろ足してくれる、まあ、そういう作家さんがいいですよね。もう自分の意見を持っててちゃんとそれを出してくれるっていう作家さんが一番いいですね。うん、そうだね。やっぱその言われたことだけじゃなくて、そうですね、あれはどうですか、これどうですか、うん、どうですか、これどうですか、これどうですか、うん、これどうですか、それどうですか、うん、これどうですか、あれどうですか、うん、あ、これどうですか、キリない、いろいろやっぱキリないボケしかやってない。意見を出すタスタスボケしか受けてハマってない。そういう意見を出してくれる作家の方がやっぱ嬉しいですね。だからこっから僕らからちょっとネタなんか考えてくれへんみたいな、もう一応出してそれ考えてくれますけど、こういうネタできたんですけどみたいな持ってきてくれたらもうなお嬉しいですね。そうそうそう、そうそう、こっちもああやってやろうかなみたいな感じで、そうそうそう、ライブとかでもいいですよ。そう、こういうライブちょっと企画考えたんですけど、チョコレートプライドさんでちょっとやってもらえませんかみたいなのあったら嬉しいです。そうそう、はい、うん、